アフマド・サンジャルは、セルジューク朝の、第8代スルターン。アッパース朝カリフから授けられた尊号は、アル・サルトンム、イーズ・アルズ・ニャーワ・アル・ジーン・アブ・アル、ホリート・アモット・ソニアル・バラン・アミール・アルム・アイム・イニーン。単に、スルターン・サンジャル、サルトン・ソニアルとも呼ばれる。また、修士などの広大の資料では、チョ・スルターンのスルターンなどの損傷でも呼ばれている。 大セルジューク朝の統一的なスルターンとして、実質最後の君主で、イラン東部ホラーサーン地方を領有、特に、ニーシャープールを根拠地としたため、イラン東部はサンジャルの知性で繁栄した。しかし、サンジャル以降は、イラクやイラン高原で、セルジューク王族が、スルターン位、e、をめぐって、各地で分裂状態となった。マリクシャーの死後内紛で弱体化したセルジュク朝を一時、 最高した英種であるが、知性後半と晩年の挫折によって、同王朝の衰退は決定的となってしまった。父は、第三代のマリクシャーデイツオ。聖母は、トルコ系の側室。イボ兄に、第五代スルターンのバルキア・アルク。イボ帝に第四代スルターンのマフムード・一世。同母兄に第七代スルターンのムハンマド・タパル。子アなし。1092年の父の死後。 スルターンイをめぐる内紛が起こると、長兄のバルキア・アルクに味方し、1097年に、ホラーサーンの支配権を与えられた。1100年より、イボ兄のバルキア・アルクと、同母兄のムハンマド・タパルが争うと、同母兄弟として、ムハンマド・タパルに味方して、バルキア・アルクと敵対する。1101年には内紛に乗じて、ホラーサーンに攻めてきたカラハンアサのジブランイル。 アルスラーンファンを撃退して、セルジューク朝の東方を死守し、1104年1月に、バルキア・アルクとムハンマド・タパルが和訳すると、ゴルガーアン、ホラーサーンの領有を認められた。その後、バルキア・アルクとマリック・シャーニ・セのノフ氏が相次いで死去したため、ムハンマド・タパルが後を継いで、サンジャルはその補佐として、イラン東部の支配権を与えられた。 ガズナーサでは1115年にマスウード三世が没した後に後継者争いが続いていたが、これに介入して首都のガズナを征服し、1117年2月にはバフラームシャーを回来君主として即位させた。これは父の異業に勝る功績であった。1118年4月に同母兄のムハンマドタパルが亡くなると、イラク領は長男のマフムード二世が継いだが、 地方政権の総資権を有する大、スルターにはサンジャルが継いだ。1119年8月、サンジャルは、老いのマフムード2世と敵対する。軍を率いて精神し、イランの沢辺の戦いで、マフムード2世を撃破し、実質的に支配下に置いた。1131年に、マフムード2世が亡くなると、サンジャルは、翌年にサイドイランに出兵し、 マフムード2世の弟トゥグリル2世を後継者にして、それに従わないもう一人の弟であるマスウードをダイナワル付近の戦いで撃破した。しかし、トゥグリル2世が創生したため、やむなくマスウードを後継者にしている。とはいえセルジュークの大、スルターンとして権威を高めたのは事実で、1130年にはサマルカンドに遠征して同地を征服し、 カラハンアサのアフマドカーディルハンを捕虜にして廃止、自らの老いにあたるマフムード二世を即位させた。1136年には、クグツだったカズナアサのバーフラームシャーが反乱を起こしたが、サンジャルは遠征して、再び征服した。1138年には従属しながら独立の、気配を見せていたホラズムシャー長の後鈴を攻めて、支配下に置き、事実上中央アジアの覇権を手にして、 セルジューク朝の最高を成し遂げた。この頃、中国の金から追われた、領の皇族である、ヤリツ大石の聖領が、中央アジアに進出していた。サンジャルは1141年9月9日に、サマルカンド郊外のカトワーンの戦いで迎撃するも、大敗を喫した。これにより、サンジャルの一心は大きく揺らぎ始めた。サンジャルは由来大心を復活させるため、 ホラーサーンに進出する。幸運だったのは、宿敵のヤリツ大石が1143年に沈没して、東方の脅威がなくなっていたことであり、サンジャルは再度反抗の兆しを見せていた。ホラズムシャー朝のアトスズを1147年に、クルガンジュに攻めて屈服させた。1152年には、ゴールアッサのアラーアティーンフサイン2世を攻めて、捕虜とした。 宿敵のヤリツ大石の没後、清涼は精神の動きを見せなかったが、清涼に協力したトルコ系のカルルク族の圧迫により、トゥルクマーンがそのま地を追われて、ホラーサーンに逃れてきた。この急速な人口増大は、サンジャルの本拠であるホラーサーン支配を脅かすようになり、1153年に反乱が起きると、サンジャルは鎮圧のために出兵した。 しかし7月末にバルフ近郊で大敗を喫して捕虜となり1156年11月まで3年以上に渡って旅収のみとなった。サンジャルがトゥルクマーンの捕虜となったことによりそれまで従属していたホラズム社長やゴールアサ、さらにはセルジューク町の地方政権も完全に独立して勢力を拡大したため ダイセルジューク長の権威は全く失墜した。旅収となったサンジャルは、トゥルクマーンのアミールらによって、形式的には、スルタンとして扱われ、昼間は玉座に座らされ、夜は檻に閉じ込められた。サンジャルは3年後、隙を見て、丸ブに逃亡して、再強を図ったが、すでに70を超えた高齢に、長年の遊兵生活が健康害しており、 1157年5月8日に72歳で病死した。サンジャルには実施がなく、ダイセル獣区長はこれをもって断絶した。ありがとうございます。